うわ、壊しちゃった、カバンまた。壊れちゃった。取れちゃったよ。治るかな。リュックとも高いからね、何気に。バカにならないよ、こんな。金がね、買えよ。高くて買えねえだろ。金がねえのに、よ。男ならセカンドバッグ使う。配信にはこのリュックがやりやすいんだ。サブスク、一人抜けてたね、確かにね。サブスクね。あ、もんちゃんいらっしゃい。充電できた。リュック、見て。どういうこと？みんな飽きてる？飽きたら放送通っちゃい。それ飽きるでしょ。ベルサーチのマークの顔の人ですか？それつまんないよ。そのコメントつまんないから読まなかったのに。ね？そのコメントつまんなかったから読まなかったのに、同じコメントをあ、ね？飽きたら自分で面白いと思ったんだろうね、そのコメントが。そのコメントをどうしても面白いと思ったから、2回目も打ちたかったんだろうな、そのコメント。絶対面白くないよ。赤いワンピース着た女性がいますね。ない。リュックこうやつ。アイスコーヒーいらっしゃいね。吉田カバンのリュック？どういうこと？吉田カバン？西いらっしゃい。燃え尽き症候群。燃え尽きたのか？燃え尽き症候群じゃなくて、ただ燃えただけじゃない。ただ単に。なんか自分で一生懸命、なんか頑張ったは頑張ったけどね。ね、髪型変？髪染められたな。結果が伴わなかった。伴わなかったというよりも、まあいいや。燃え尽きるほど頑張ったことある。今回はね。
疲れちったよ、なんか。ゆうがさん来たよ、バンチャーいらっしゃい。疲れたんだよ。今年いっぱい休止するか。TikTok やってない。3日前ぐらいにやったのが最後だな。配信に飽きたんだと思う。いや、それはないと思うよ。13年やってんだよ、だって。もう秋もとっくに来てるでしょ。疲れとストレス。俺にとって配信なんか一番大事なものだったんだけどね。俺刑務所から出てきてからも言ってたよ。ね。配信が一番大切なもので好きなものだったんだけど、なんかそのやる気さえも起きない。なんだろうな。俺が一番大切なものないね。大切なものがない。やる気が起きないのにダラダラやる意味がわからない。やる気が起きないからダラダラやる。やる気があるんだったらダラダラしないわ。元気な。まあ今年いっぱいどうにか、まあ今年いっぱいどうにか。どうにかなんじゃね？わかんない。なんか何も考えたくないな。せっかくスマホ買ったんだから。あ、スマホ買ったのはだって俺の能力で買ったわけじゃん。誰かに支援してもらったわけじゃないからね、これは。努力は報われるわけじゃないからな、必ず。いいことないかな。こじったんじゃない。自分のあれだよ。TikTok の収益。にゃん姫いらっしゃいね。B 向いたくないのか。これ関係ないよ、これ。カメラの画質が良くて。カメラの画質が良すぎて光が見えるだけよ。真面目に頑張ったゆうくんをはめた人許さない。だから全てが計画通りだとは思わないけど、なんか今回俺配信やってきて13年間一番痛い目見たような気がする。今までさ、嫌な配信者もいっぱいいたしさ、めんどくせえなと思う配信者もいたしさ、嫌な気分にさせられた配信者もいたけど、今まで一番なんか参ったもんな。本当に今回はどうにかできねえかな。
どうにか、どうにかだよ。もう一度立ち上がらない。ミキちゃんのために一生懸命だったの見てた。まあね、なんかいろいろ失敗しちゃうな。ミカいないよ。来年がいいことばかりの年。そうね、来年。なんか俺さ、チェジョ、俺ね、俺ポッとさ、なんか金梅が調子悪かったりとかするじゃん。ね、金梅が体調悪かったりとかするじゃん。なんか俺さ、寝たら起きないんじゃないかなと思う。俺ぽっくりほんといなくなるような気がする。病気とかじゃなくてさ、ぽっくりなんか俺死んでるような気がするもん。最近特に。なんかそんな気がするよ。佐野も死んだし。そうそう、寝ながら行く、双子の兄先に行く。誰だよ双子は。誰、俺突然死ぬような気がする。なんか脳梗塞かなんかで、そんな気がするんだよ。なんかガスはいいつ、ミクと復活しろ。ミクと復活しろも何も、もうミクはネットにいないよ。まず。金梅、金梅な。なんか痛い痛いって言ったよな。缶コーヒーやめたら、なんでいち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 、別に何のもんはいいやろ別に。
タバコ2箱ぐらい今。すごいね。面白いコメントが一つもないという。びっくりした。今だ言うわけわかんない。なんかホッケホッケ言ってるやつはいるわ。すごいなと思って。もうただの便所の落書きだよね。これ俺がコメント読まなくてもいいと思うよ。俺コメント流してるだけでいいのか。それすごいなと思って。ちょっとトイレ行く。帰るか。なんかあれだな、やる気ほんと起きねえな。なんか配信やっててもなんかやってねえような気分だよ。だろうな。昔から面白い配信っていうより女絡み。俺女絡みってリカピーの時しかないよな。俺配信で女絡みって。